はい、どうもラクレシアです。さあ今日も始まりました。はい連休中ねちょっとね動画休んでたんですけど、今日ね久しぶりにね動画回します。はい、今日からね仕事始まってます。はい、いい天気ですね。連休明けね、早々この天気ですよ。この天気すごくないですか。もう新緑の緑もねもう最高ですよ。はい、昨日とかね、昨日は雨ですよね。一昨日もねちょっとぐずついた天気だったんですけど、どうですか今日からね仕事始まる、そんなね日ですよ。はい、こんなに晴れる、やっぱりね晴れ男じゃないですか。もういいっていやまあね、まずね、今日はねどこに来ているのかっていうところですよ。はい、もうね電車こう沿線見えてますね。はい、行きますよ。今日はですねずっと、はいはい、ここです。はい、神戸電鉄田尾地駅、はい、ここに来てます。はい、神戸電鉄田尾地駅、はい、ねここね3回目です。動画はね撮ってないんですけど、実はね1回目来た後にもねもう一度ね来てるんですよね。お昼からこの現場に入ってですね、仕事をしてね実は帰っていることがあるんですね。なので今日はね3回目です、ここね来るのね。はい、あ、いいですねこの感じで、ローカルですよ。はい、これ駅をね、過ぎるとね単線になるんですね。いいですよなかなか田尾地駅、まあ、まずね仕事でない限りね、この辺りね来ませんよ私まずいやそんなね駅にたどり着いてね感じたことが今日ねあったんですよね。なのでその話をねちょっとしようかなって思うんですけど、ここね遠いんですよ家から本気で遠い降り立つまで約2時間かかりますからねもう5時台ですよ、家出たのねでここにたどり着いた。はい、どういうことでしょうかあ、連休中にちょっとね散髪行ったのでちょっとすっきりしてるでしょまあそれはいいっていや私がなぜここにいるのかっていうところをねよくよく考えてみるとすごく単純だと思いません？単純、何時頃にここに着きたいのか、ね、でどういう経路をたどればねここにたどり着くのか、この田尾地駅にですよたどり着くのかっていうのを、まあ、具体的に調べてねその通りに歩んできたということですよね。するとここに着く当たり前じゃんって思うかもしれません。あ、電車、あ、これローカル当たり前じゃんって思うじゃないですかね。でもね、でもじゃないな、もう行きたい場所に行くっていうことはそういうことでしょこれね、曖昧じゃね来れないんですよね。なんとなく起きて、なんとなく、ここの場所は私の家からですよ、考えると東の北になるわけですよ。はい、ということはここに来ようと思った時にですね、なんとなく東に行ってなんとなく北に向いたらねここにたどり着くのか、つかないですよねおそらくすごい時間がかかって、あっちかなこっちかなって言いながらね、それでもたどり着かないんじゃないですか、いや、たどり着いたらねほぼね奇跡ですよね。はい、いや結局ねそんなもんなんですよね。はいなんとなくわかります曖昧なことをやめると目的地にねたどり着くんですよ曖昧なことをやめる、それはこのね田尾地駅に着くっていうことと、この人生とね何ら変わりはないということですよ。
あ、だんだん深くなってきましたっていうか一気に深くなる浅いところから急に深くなるみたいな、遠浅じゃないっていうねいやほんとね、そんなものですよ。はい、もうこのね、駅にたどり着くことと人生ですよねに大事なことってそんなに変わりってないっていうことですよ。はい、でも普段ね、私たちね、成功体験ってねたくさんしてるんですよね、実は。はい、なんか全く同じことをやれば自分がね思ったところにねたどり着くことはできるってことです。はい、なのでまあ重要になるのはどこに行きたいのかっていうことをまずは決めるっていうことですよね。それは確かにね、重要になってくるっていうか、まあ一番重要にはなってくるんですけど、その次ですよ、その次、その次に重要になってくるのは具体的ですよ、曖昧さをやめるっていうことですよね。あっちの方に行こっかな、こっちの方に行こっかな、じゃないってことですよね。ね、私だったら、7時にここに着く、あ、さっきの駅にね、はい、にはどうしたらいいのかっていうことを、まあ、検索をしてね、あ、な方法なるほどと、あ、そういう経路をたどってその時間にその電車に乗ればそこにたどり着くのかというふうに一つ一つこう具体的にしていった、曖昧さっていうのをこう取っ払っていったわけですよね。すると見事ねその通りに着くということですよいやそれはね本当ね、人生においても一緒だと思いますなのでもしですよ、何かねモヤモヤってしてることがあったとすればですね、一度ね、自分の生活の中からね曖昧さっていうのを一つずつね取り除いていく、そういったことをね、すると必ずねうまくいくということですよ。今よりかは必ずうまくいくということになりますので、ぜひね、自分の生活の中からですね、曖昧さっていうのを取り除いていってほしいなというように思います。はい、まあ、思考の部分でもそうですよ。はい、まあ、これをねだから抽象的とかねいう、まあ、ちょっと難しい言葉を使ったりすることもあるんですけど、抽象的なものから具体的なものにね、一つずつね、変えていくということで、その抽象的なものっていうのが叶うということですね。そこにたどり着くことができる、まあ、そういうことになりますよね。そうだな、他の人の言い方だと何だったかな、概念とかね、おっしゃる方もいるかもしれませんよね。はい、概念は、体験できないということですよね。だからそれを一つずつ定義していく、定義をすることによってそれが体験できるようになりますよというようなね言い方される方もいると思います。まあどれもね一緒ですよね、言ってることはね。はい、ということで、まあ、私の場合はね、曖昧さですよね。まあ、時にはね曖昧なことがいいという時もありますけど、自分がねどこに行きたいのかどうなりたいのかっていうことは具体的にね一つ一つ押さえていくことによって、そのなりたい自分ですよね、それに、なれるということですので、ぜひね、曖昧さっていうのを一つ一つ、取り除いていって、具体的にね、収めていくということで、着実にこう一歩ずつ前にね、進んでいってもらいたいなというふうに思います。そうするとモヤモヤってすることがね綺麗にねなくなっていく、一気にはなくならなくても一つずつなくなっていく、はいということになりますので、ぜひね、試してみてもらいたいなというふうに思います。はい、ということで、今日はね私ね一人です
今から行く現場ね、結構大きいんですけどね、またね、そこにね、ぼっちでね、来ましたよ。なのでね、今日夕方までね、一人ですけど、大きい現場でね、もうフルにね、頑張っていきたいなと思います。はい、私の持てる力をね、フルに活用してですね、貢献できたらなというふうに思います。はい、それではね、今日も、夕方までしっかり仕事していきたいなと思います。まあ、連休明けなんで、準備運動もね、しっかりしてですね、徐々にいつものペースにパッと上げていく、そんなこともね、意識しながらね、頑張っていきたいなと思います。はい、それではね、また次の動画で会いましょう。バイバイ。